田中義一内閣。1927年、昭和2年4月20日任命。在職日数805日。1927年、昭和2年4月20日任命。1927年、昭和2年4月22日任命。1927年、昭和2年4月22日任命。内閣発足当初、全内閣の事務引き継ぎは除く。 昭和金融恐慌の発生によって窮地に陥った第一次若月内閣は緊急直令によって事態切り抜けを図ったが、茂原外交に反感を抱く、枢密院の平沼喜一郎や伊藤尾美代寺の作動で否決されて倒れた。元老、西園寺金持と内大臣、牧野信明は共に、県政の上道の観点から立憲政友会総裁の田中義和を後継に推挙し、 陸軍出身の田中に、紫で原が移行路線の波気を期待する反西恩寺派の平沼、伊藤までがこれ便乗した。金融強行に動揺する貴族院にも田中対望論の動きが高まった。対面効果を受けた田中は、平沼の移行に従って、内務大臣に鈴木喜三郎、司法大臣に原義道を起用、外務大臣には当初、井上淳之助か、 本田熊太郎が予定されていたが、合意には至らず、最終的に田中自らが兼務して、政務次官に森務を配置した。大倉大臣には、金融強行解決までという条件で、高橋惚歴を元首相、前政友会総裁、元、増将、日銀総裁が入った、後、高橋側近の三土中造に交代。さらに、事務官僚の面においては、 内務省警保局長に山岡万之助外務省事務次官に最初は前内閣の伊豆淵克次の留任としたが後に吉田茂に交代させた。これが後に大きな影響を与えることとなった。この内閣は言った代表的な政策としては金融強行解決のために日本銀行から市中銀行への緊急融資を行いその際需要に間に合わせるために 急遽片面だけが印刷された新紙幣を発行した。続いて、鈴木内相、山岡局長主導で予定されていた初の普通選挙、第十六回衆議院議員総選挙に備えて、府県知事の大規模な人事異動を行って、声優会に批判的な知事を休職、免職にした。これは立民政党が政権を握った際にも報復として行われ、党兵と呼ばれて、 地方政治の停滞を招き、後に革新官僚の台頭と彼らへの国民の支持を集める演因となった。さらに全府県特別高等警察や思想検事と思想憲兵の設置、文部省による各大学高校の思想全土を最高刑を死刑とする治安維持法の改正など思想取締りの強化が行われ、3.15事件では日本共産党を壊滅に追い込んだ。 これは、田中、鈴木、原と、政党内閣でありながら、対正デモクラシーに批判的な人々が、治安関係を占めた、田中は、元陸軍大将、鈴木は、社会運動弾圧で活躍した、検事総長、原は、鈴木と共に、国本社会員という矛盾に由来する政策であった。さらに鈴木は、第十六回衆議院議員総選挙では大規模な、選挙干渉を行った。 これには、国民、野党のみならず、貴族院や声優会内の古参幹部、対象デモクラシーの推進勢力の反感を買い、鈴木は失脚する。だが、田中の気づいた、党内派閥を継承して、妻の弟である古参の鳩山一郎を味方につけた、鈴木は後に総裁に上ることになる。そして、外交政策としては、従来の恩憲な中国政策と、 国際協調を基調とした、しではら外交を破棄して、東方会議を挟んで3度の3等出兵を行った。実は、満州、蒙古、中国における日本利権の確保という路線は、従来の西友会内閣や民政党内閣のしではら外交とも、基本的に差がない。ただ、公然とした、軍事力による介入を行ったのは、田中とそのブレーンであった。 森政務次官であった白川義則陸軍大臣ら陸軍首脳も、しで原外交には批判的であったが、軍事行使にもまた慎重であった。だが、第二回目の出兵で災難事件を起こして予定外の第三回出兵を行ったにもかかわらず成果が上がらず、また国際的な批判も高まってきたことで、田中はアメリカ・イギリスとの軍事衝突を危惧して軍部が、 要望した関東軍の投入を見送ったことで、軍内部からは中途半端な気まぐれに付き合わされたという不満が高まり、出兵を行った以上は満州の日本支配の確立という目的を貫徹すべしとする若手将校によって、後に満州防重大事件が引き起こされることになる。さらに同様の不満を持った森と田中の対立が激しくなり、田中はこれを収めるために、田中、 森双方とも、親しい吉田シが、事務次官に任命されることとなった。吉田はこの時法転送領事で、満州に詳しく、新鋭前ではあったが、田中外交を支持する立場にあった。また、吉田の義父である、牧野信明大臣がかつて、田中を後継首相に推挙したことも大きかった。さらに、強行対策を兼ねて、産業立国路線を取った。これは、 犬飼武しの革新クラブが田中声優会と行動する際の条件でもあったが犬飼は軍縮を行って浮いた経費を国内投資に充てるべきであると得たのに対して田中は積極財政と中国大陸における勢力拡大に伴う市場拡大と大陸への移民で実現しようとしたのである。さらに国内投資においては古参幹部ながら 治安維持法改正や田中外交を持たしてきた小川平吉鉄道大臣の所管である鉄道分野などへの投資が積極的に行われて後に小川を被告とする御し鉄二国が発生することとなった。だが選挙干渉問題で国民や貴族院の反感を買った上に鈴木の皇鉄によって面目を潰された平沼を中心とする数密院が反対派に回った。 さらに鈴木公哲寺に行われた内閣改造をめぐって水の文章友情問題が発生して貴族院から天皇の政治利用との非難を浴び三党出兵の失敗は田中の出身母体である陸軍からも反発を受けた特田中の後継者としてその信任を受けていた宇垣一世前陸将までが民政党の当格に指示を伝えるありさまであったそして止めを指したのが 満州防重大事件の発生であった。これは関東軍が法天軍閥の張作林を爆殺したものであったが、田中はその事実を知ると処分に躊躇をしてしまった。これを知った昭和天皇が激怒して、田中総理の言うことは、父ともわからぬ。再び聞くことは、自分は嫌だ、原田熊を西恩寺公と政局と述べたという話を聞いた田中は、 内閣総辞職をした。田中内閣はまさしく政党内閣であったが、要職を実質的には非政党員が占めたことによって、左翼のみならず、自由主義者、平和主義者を弾圧する法制が整備されて、社会問題を民主的に解決する方策を閉ざしてしまい、それが結果的に政党そのものの没落を招いた一因とされている。また、軍部や、 官僚の不満も高めて、彼らの革新官僚化を流した面においても大きい転換期であった。吉野作造は、政党政治を理解していない、軍人出身者が総理、総裁となったこと、選挙干渉によって強引に多数派を形成したこと、そして政党内閣に否定的であった軍部や、数密院、族院などが組閣の行きがかり上、田中内閣に対しては長く、 与党的立場に立ったことで、田中内閣の政策を止める存在がいなくなって、しまったことを挙げて、最悪の内閣と球断している現代性の展望を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。